ありがとう。先着4名の方にあのずっとずっとの時にサインボールを投げたんですね。初めてサインボール投げたからすごい楽しかったです。サロラ行ったの私見た。綺麗になりすぎてリアルにびっくりしたらって、本当になんか結構大人っぽくなったねっていっぱい言われた大人っぽくなったねって言われました。大人っぽくなったらしい、にこの2年で大人っぽくなりましたね。ビンゴよかったよ。本当にありがとう。優しいね。オカリナは池袋で目撃されてましたが一緒にいたの？え、知らない。オカリナいたの？オカリナどこで、池袋のどこで目撃されたの？誰に目撃されたの？オカリナ、オカリナ知らん、今日見てないよ私。こんばんは、こんばんは皆さん。ビンゴは本当に緊張しました。こんばんは、なりまくりです。やっと久しぶりにアイドルクララ見れて泣きそうになった。本当に、いや本当に久しぶりだったよね。なんか本当に1年8ヶ月ぶりに歌って踊ったから人前で、だからなんかもうね、もうびっくりだよ。さらちゃんに感謝です。衣装もめっちゃ素敵でしたね。あのそらちゃんが選んでくれたんだけど、なんか私意外となんかああいうなんか柔らかい素材のやつとかってなんかあんまり自分じゃ意外と買わないんですよ。なんかあんまりなんか自分に似合わないんじゃないかっていうあのイメージがあって、結構こういうなんかしっかりした生地ばっか着ちゃうことあるんだけど、デニムとかのやつとか、自分でもなんか薄い女の子みたいな感じのワンピースって意外と買ったことあんまなかったけど、意外となんか全然いけて嬉しかった全然いけるかなっていう感じで嬉しかった。天使の尻尾も見れると思ってなかった、嬉しかった。そう、天使の尻尾は私が言いました。なんかやりたい曲あるって聞いてくれて、なんかウィンブルドンって最初言ってたんだけど、ウィンブルドンがなんかなかったりとかなんかちょっとあれで、天使の尻尾っつって天使の尻尾にしました。隣になりましたか誰かさん。なずなちゃん、なずなちゃん20歳ね、早いよね。みずほさんハートありがとうございます。綺麗なお姉さんって感じだった、嬉しい。なんか大人っぽくなったねって本当にいっぱい言ってもらって、お見送りでなんか一瞬誰か分かんなかったってまで言われました。なんか2年ぶりだからね、本当に。だからね、本当にもう大人になりますよね。だって22歳ってさ結構大人だよね。本当に自分でもびっくりしちゃうんだけどさ、なんか22歳にしては全然ハキハキ喋ってなくてさ、なんかちょっとダメになっちゃうんだけどさ、22歳です。自分は今腰が痛くて仕事休んだけどあんまり痛みが効かない。お大事にしてください。なんかさ、プレゼントもお手紙もいただきましてありがとうございます。それでなんかゲッターズ飯田さんの本をなんかくださった方がいまして、それで私は銀の鳳凰座なんだけど、なんか銀の鳳凰座なんだけど12年間で一番いい年みたいな感じなんだけど、なんかやっぱいい年だとなんか体調を崩す時があるみたいな、結構大きな病気が見つかることがありますって書いてあって、怖ってなったし、最近手相行った時にやっぱ生命線がちょっと乱れてて、ちょっと胃腸とか気をつけてくださいみたいな、ちょっと体調気をつけてくださいって道寄れちゃって、でその2年前ぐらいに手伝った時も私生命線が
乱れてるみたいな感じでちょっと免疫力気をつけてくださいとか言われて、手相を見るといつも生命線言われるんだけど、だから健康に行きたいなっていうお話。着てそうなイメージでそらちゃん見てた、そうカララ普段から着てそうって言ってくれて嬉しかったです。そうなの、意外とでも私なんかああいう女の子のなんか柔らかい素材ってなんかあんま自分には合わないんじゃないかって思っちゃって、あんま買えないんだけど、でも可愛かったね、あのワンピースいただけたので、春いっぱい着ようと思います。来年の天使のしっぽリクエストありがとう。嬉しい。こんばんは。そらちゃんがしっぽ絶対やられてじゃん。そらちゃん一緒にやってくれて感謝です。ツナマヨさん頑張った、ありがとうございます。本当にね頑張りました。あそんなこと言えないけど違う、いや本当になつなちゃんとそらちゃんが歌が上手で、なんか2回ぐらい心折れたんだけどでも本当に優しくて、もう本当に優しいんです。そらちゃんもなつなちゃんも本当に優しくて、もうとても大好き。ツナマヨさんありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。メッセージカードも嬉しかった、一枚一枚書いてすごいね。そうです、全部手書きで100枚以上書きましたね。135枚ぐらい書いた。そうなんです、135枚、めっちゃ徹夜でいっぱい書きました。サインも2年ぶりぐらいに書いたんだけど、あのねあれでした、なんだっけ、なんかこうみゆーって書いてあるんだけど、なんかねここのなんかもうなんかねちょっとねここの愛のやつがちょっとね難しいんですよ、ちょっとだからわかんない、ちょっと違うサインも紛れてるかもしんないけど、こんばんは、こんばんは。年齢は気にしない、年齢も22歳ハキハキしなきゃってすごい思いますね。なんかもうこんな22歳いるのかってぐらいハキハキしてないです。ヨシオンさん10ありがとうございます。顔が可愛い、嬉しい。プレゼント届いてみたらよかった、ありがとうございます。デラピケのねお洋服もめちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ネイルも天才、そうネイルのね、ちょっと私長さ出ししなかったんですよ、なんかちょっといいやと思って、別になんかちょっと折れちゃってこことここが短いんだけど、ここのねこの指の長さが理想です。でもね可愛い、なんかツイードが入ってて冬って感じで可愛い。新規新次さん、雨ありがとうございます。そのカーブさんペンライトありがとうございます。そうリボンついてるんです、久しぶりにネイルしたかも。ワンピースはどこなんだろう、マーキュリーデュオみたいなところかな、多分そうだった気がする、マーキュリーデュオみたいな感じだった気がします。ビンゴみんなで歌うと思ったらクラルちゃんそれともわかったよ、優しい。いやビンゴそうなんですよ、あの完璧ソロではないんだけど、なんかじゃ英語のところはそらちゃんとなずなちゃんが歌ってくれたんだけど、ほぼほぼ一人で歌ったんだけども、緊張&不安でもやばかったですね。ちょっとこんばんは、こんばんは。社交ダンサーさんバラありがとうございますね。ちょっとね本当にビンゴが一番不安でしたね。もう私がビンゴも言ったんだけど、ビンゴやりたい。ビンゴは一応なんかあれなんですよ、オーディションのなんか最後の方の候補生の最後の方のなんか30秒アピールみたいな動画を撮るときに、
なんか私全然歌得意じゃないから全然アピールになんないのに、ちょっと本当に得意がなさすぎて、披露できるものがなさすぎて、ビンゴ歌ったんだけど本当になんかもう何してんだって感じで、全然アピールになんないんじゃない、ならないじゃないかってぐらい、全然うまくもないのにビンゴ歌いました。結構なんか当日まで私全然考えてなくて、どうしようどうしよう、もうないないない、やれることないって感じで、どんどんみんな撮り始めて動画を、やばいやばいってなって、よし歌おうってなりました本当にね。まあでもそんな感じのビンゴ、ビンゴの思い出話といえば、なんで私がその時ビンゴ歌ったかというと、なんか私結構小学生からAKB好きだったんだけど、なんか小学生の時にお姉ちゃんと一緒に家でビンゴの踊りを一緒に覚えたんですよ。そうで、なんか結構初めて踊りを覚えた曲みたいな思い出が確かあったので、ビンゴ歌ったんじゃないのかなって、その時の高校生の時はね、思いますけど、ちょっとビンゴそんなもね、昔から知ってたはいたけど、ちょっと一人で歌うのは緊張しました。でも本当に優しい、なんかもうなんかね、みんないいって言ってくれて本当に優しいと思ってし、お見送りもすごい褒めてくれて、大人っぽくなったねとか、なんかびっくりしましたびっくりしました、もう嬉しい嬉しいびっくりした。彼女になりましたのダメならダメのところもひたすら踊ったり、嬉しい。最近私すぐ歩くだけで疲れてる私が、もう階段登るだけで息が切れてる私が、歌って踊れるのか心配だったけど、なんとかなんとか行けました。でもね、その準備期間、そらちゃんとなずなちゃんと一緒にいっぱい練習できて、すっごい楽しかったです。なんかショールーム一緒にやったじゃないですか、なずなちゃんとそらちゃんと。見てくれてた方いますか？私結構それぶりの配信だからめっちゃ久しぶりなんだけど、2日かなやったの。でも今日7でしょ、早いよね時経つの。こんばんはこんばんは、次はサルビットライブそれはやる、ちょっと難易度がまだ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 私には高いですね。でも3人で出れたのすごい楽しかったです、とても楽しかったです。こんばんはこんばんは。ねえ、ちょっとなずなちゃんともめっちゃ久しぶりになったし、そらちゃんとも、よそらちゃんとはなずなちゃんと合流する前からも一緒にボイトレ練習したりとか、なんか結構毎週、最近なんか毎週ではないか、でもここ1ヶ月ぐらい毎週会ってたような、会ってないような、毎週1ヶ月ではないか、3週間ぐらいは週1ぐらいとかで会ってた。ちょっと終わっちゃったの寂しいんですけどね、ちょっとそう、ちょっと寂しいけどさ、今週はイベントの余韻で生きてますだって。余韻サインボール楽しかったな。あとはなんだろうな、あ、今日なつなちゃんがツイートしてた動画は、あれはそらちゃんがあのね、摩天楼かな、ね、わかんないけど、ノリノリでノリノリになってるところ、本番あの摩天楼聞いて帰ってノリノリで、でも出る直前だから、でもあの出る直前はまだ緊張してないから、まだ緊張してないというかそこまで緊張してないけど、もう出た瞬間、もう出た瞬間じゃないか、出る直前、あ、出た瞬間なんかめっちゃ私緊張した。
なずなちゃんのボブも可愛かったね。なずなちゃん結構さ髪の毛長かったらしくてさ切ったらしいんだけどさ、なんかなずなちゃんでどの長さでも本当に似合いすぎてさ、なんか全然ボブのイメージもあるし、なんか全然うわめっちゃ切ったねって感じより、なんか全然なんかなずなちゃんって感じで可愛かったです。楽しくてあっという間の時間だった。私もでもそれは本当に思う、なんか思うっていうかあれだけど、あのあっという間だったの。なんか本当に気づいたらワンピースで歌う曲全部終わってて、あれもう T シャツだと思って、あと3曲で終わりみたいな、3曲じゃないか、あと4曲で終わりみたいな、早い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 ってなってました。そらちゃんのさ星の向こう側とかも、なずなちゃんのプライオリティもめっちゃ良かった。こんばんは、テンション高くて可愛かった、嬉しいノリ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 で聞いてた。こんばんは、こんばんは。プライオリティ私初めて聞いたんだけど、なずなちゃんが歌ってて良いなって思いましたね。良きでした。3人とも泣かせてくれたよ、だって。いやかっこよかったです、なずなちゃんとそらちゃん優しかったです出遅れてごめんね、全然全然まだ始めたばっかです。曲始めて、なんか木下桃花さんの曲らしいですね。えめっちゃかっこいい曲だなと思いながら聞いてた。すごい頭に残る曲だよね。翼欲しいさん I love you ありがとうございます。かわいい、くまありがとうございます。熟睡しなくてよかった、よかったですよかったです。なずなちゃんからねキャラメルキッチンもらってね、もうねすぐねすぐ食べ終わりました。おとといそらちゃんのイベント参加した、そういうようだって。そらちゃんのイベント楽しかったです。いや本当にね、なんか久しぶりの感覚すぎてなんか驚き。そのコール聞いたのも私はもう 3,4 年ぶりなので。びっくりですね。4年ぶりか5年ぶりぐらいかな、 4,5 年ぶり。いやそう考えるとやばいですね。本当にそうなんか皆さん優しかった。私のちょっと頑張りますね。でもちょっともうちょっともうちょっと頑張りたいと思います。歌の方はの方はもうちょい頑張りたいと思います。アバター来てくれてる、ありがとう。リボン可愛かったです。サオリさん髪色茶髪になってるね、明るくなってる。でもちょっと服の問題もありそう。ちょっと今横に白のほらちょっとあの服の色の問題もある。なんか紺とかあれ着るとちょっと明るくなっちゃうんです。これはなんでこんな近くに服があるのかわからないけど、スカルプタースカルプタースカルプター柔軟剤のいい匂い柔軟剤の匂いってさいい匂いじゃない？めっちゃ好き柔軟剤の匂いね、超いい匂い超いい匂いって何柔軟剤の匂い好きです。
でもちょっと明るいよね。どう明るいの。コールコールすごかったです。わー、ペンライトから水色と白です。ステージ出てくる時の音響とスクリーンの煽り、マジでドキドキだったね。ね、すごい映像、映像すごかったですよね。映像すごかったです、本当に。そう、髪型ね、そらちゃんのお友達がやってくださって、すごかった。私さ、普段さウェーブ巻きできないから、ウェーブ巻きやっていただいて、あの編み込みもやっていただいて、あんな私可愛くできないから、もう当たり前に当たり前にできないから、もうめっちゃすごかったです。任せでやってもらったの？いや、なんか伝えました。なんか迷ってはいるんだけど、最初ここ編み込みしてもらって、なんか下に入れて巻き下ろしとかにしようかなと思ったんだけど、なんかすごい可愛かったから外に出そうと思って外に出しました。そう、いやガチであの髪型可愛かったあんなんさ、もう自分じゃできないからさね、本当に自分じゃ負けないんです。なんか左右非対称のなんかね、巻き方がよくわかんなくてウェーブできないので、いやー本当にやっていただけて嬉しかったです。それちゃんの友達すごい優しかった。なんかもう優しいし、なんかもう優しくて、もう優しかった。楽しんでるクララちゃん見れてよかったよ。だってありがとうございましたそう、そのね、占いの本もめちゃめちゃ読み込んだなんかめっちゃほぼ2023年の運勢てか全部見たもう今日のとかもあるんですよ。11月からあるからめっちゃ嬉しい。 TL トロさん、ジュートハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今は久しぶりになんかこのイベントにしてみました。なんかね、先週とか全然イベントやってなかった気がするので、久しぶりなので、あれですね、ゲイビコンサートと比べてどうでした？でも私やっぱ3人で人数少ないのプラス、やっぱ コンサートよりもやっぱ客さんが近いからか緊張しましたコンサートはやっぱなんか大人数でやってたりとかだから、なんか意外と緊張しないんだよね。スローカーブさん、クマ10周年ありがとうございます。スタッフさんが皆さん優しくてよかった。なんかもうあの空間本当に優しい方しかいないなっていう感じですねなんかもう本当にみんな優しい。なんかもう優しい、なんであんな優しいんだろうみんなね、本当にって思うのよ。本当に思う、なんかね、なんであんな優しいんだろうってみんな思います。サインボールありがとう、めちゃくちゃ嬉しかった。だってありがとうございます。サインボールなんかやっぱそのうちわとか持ってくれてる方に投げたいなと思ってなんか投げましたね、やっぱり皆さんありがとうございます。劇場でも二人公演やってないもんね。やってない、二人公演は
私にはハードル高いです。高かった。緊張してるようには見えなかったけどね。だって本当になんかたまにね緊張してる風に見えないって言われる時もあれば、でもね結構わかりやすいって言われますね。結構顔がちょっと顔に出ちゃうらしいそうちょっと顔に出ちゃうらしいです。緊張はしてましたね。なんかとても震えてました。でも楽しかったから全然なんかなんだろう、なんか最初の自己紹介とが一番まあ緊張して、まあ、みんなで踊ってる時は緊張してなくて、なんかソロの歌割りとかビンゴとかの時、あと天使の石っぽとかにまた緊張して、なんか3人で歌って踊ってるところは全く緊張してなかったです。なんかその緊張にもこれがありますね。一人の時はそうだから、みんなで歌ってる時はもう全然緊張もしてないし、普通にただ楽しいってだけで、もう皆さんの顔も全然見る余裕あるし、なんかもう全然楽しいって感じで、ソロになると一気に緊張って感じですかね。でもそう楽しかったです。とても本当になんかもうあっという間、本当に楽しくてあっという間のイベントでしたね。トークも面白かったって、さすがのなずなちゃんとそらちゃんです。もうトークもうまく回していただいて面白くて、いや面白かったですね。こんばんは、こんばんは。クララの失敗久しぶりに見えて嬉しかった。久しぶりに天使の失敗やりました。なんかね、私ねなんか練習で結構2番の歌詞をねずっとね、どうしてこんな苦しいなのになんか精通ないってずっとなんか言っちゃうっていうなんとかに落ちてて、多分本番苦しいで言ってたと思うんだけど、なんか練習で2回も間違えたくせに本番なんか特になんか分かんなかった多分大丈夫だったと思うんだよね。緊張しました本当に。最初いやガチで自己紹介が一番緊張したかも。でもやっぱりこんばんは、コミさん、クマ10周年のありがとうございます。ありがとうございます。ボールとどっかかって一瞬だったけど思い切り投げて片手キャッチで成功で感激でした。そうなんです。やっぱいやむずいですね。なんかあれはそうむずいむずい。でもねなんかハンドボールとか投げは意外でもまあ十何メートルぐらいは飛ぶので、ちっちゃいボールだったら20メートルぐらいいけるんじゃないかな最高で。ハンドボールって結構でかいし投げづらいじゃん。あれはなんか10メートルいかんかったけど、野球ボールなら20ぐらいいくのかどうなんだろうね。でもむずくない？なんか力強すぎてもなんか変なところ行っちゃうし、弱すぎてもなんか違うところ行っちゃう。でもまあまあまあ通路とかに行かないで誰かに取ってもらえればいいんですけど、本当に変なところに行くことは一度もなく、ちょっと意外とうまーって思いました普段やる、普段はまあ確かに私ちょっとなんかゴミ箱にちょっとポーンとかなんかちょっとうわあそこら辺にちょっとなんかこれ置きたいなみたいな、でもあそこまで行くのめんどいな、なんか壊れるものとかさすがに投げないけど、なんか別に壊れないだろうなっていうところだったらこうやってひょーんって意外といけるので、意外とコントロール力あるかもしれない。ビンゴも一人でしっかり歌ってた。いやまだ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 というかもう全然満足できるレベルではないんですけど、皆さんがお優しくて配信でも歌練習してね。そうなんですよ、私一回もねちょっとね
カラオケ配信とかしたことなくて、しかも私本当に友達ともカラオケ行かないぐらい本当に結構あんまり人前で歌わない派なんだけどね。そうなんです、結構友達とのカラオケは避けてしまうんです。だからなんか、でもなんかさあ、なんかめっちゃ仲いい友達とかじゃないと、初めてカラオケ行く子とかだとなんかさ、ちょっと上手いって思われそうじゃないですか。それが嫌で、ちょっと私は本当にカラオケは友達とは行かないんですなんか仲いい人とかとかしかちょっと行かなくて、むしろ上手いと、え、優しい優しい、いや嬉しい。そらちゃんが投げた方向とはまた違う方向に、そらちゃんそれもそれで可愛いです。ボイトレね、そうなんです、ボイトレに通わせていただいて、なんか低い声出るようになったねって言っていただけて思いましたなんかそうなんですよ、すごい嬉しかったです。ボイトレでもね、すっごい行かせていただけて嬉しかった。ボイトレの先生もまた優しくて、もう本当に優しい方しかいないんだけどさ、なんかボイトレの先生もめっちゃ優しくて、本当に優しくて優しいですね。なんかもう本当に優しい人しかいないよね。ね、なんかすごい良かったです。なんか優しい人だけで、なんか本当になんかでもあんまりね、なんか優しい人が多いですなんていうの、なんか人生の中で意外と優しい、そんな優しくない人って目の前であんまり意外と会ったことないなって、わかんない、どうなんだろうね。発表会の保護者の気分を味わってもらえた、確かに多分温かい目で見ていただいてたんだろうなって。ボイドレ役に立ちました、役に立ちました、本当になんかとても役に立ちました。ありがとうございました、本当にこんばんは、こんばんは。なんかお見送りでもなんかショールーム見てるよっていう方は結構てくださって嬉しかったですね嬉しかったですし、あとはね、いやでもやっぱ褒めていただけたのが嬉しいですね。なんか大人っぽくなったね大人っぽくなったの、褒めてくれてるよね。可愛かったねって言ってくれて、いや本当になんか、え、こんなもらえるの驚いちゃいました。ビンゴは楽しみね。初日も私好きだし、全部好きな曲で楽しかったです。彼女になれますかとかは修行中でやってた曲だからめっちゃ懐かしかったですね。久しぶりにめっちゃめっちゃあれでした、久しぶりでした。二人乗りの自転車も二人乗りの自転車もあれだっけ、修行中だはパジャドラか、一応私全部やったことある曲でした。サステナブルもフルはなかったけど、ワンハーフはコンサートとかでやったことあったし、二人乗りパジャドラで
ずっとずっとはコンサートで多分1回か2回だけやったことあってあれだけど、キレイのなのよくしてるなと思ったら、そう修行中でやってましたね。そう懐かしくない、全部初日もパジャドラでやったし、天使の芝もパジャドラだし、あとは君好きはなんかで1回だけやったんだよね多分。ドラさんでなんかね、君好きなんか1回踊ってました、多分ドラさんイベントのあれかな、わかんないけど1回だけ踊ったことあった。たくさんのプレゼントお手紙手元届いたかな、開封した、もうすぐしました、ありがとうございます。いただいたお手紙も全部読んだし、いただいたプレゼントもすぐ私開封したし、いやもう私すぐ開封したくなる派なんですよ、あのねそうなんですよ、すぐ見たくなっちゃう派ですぐ見ました、本当にありがとうございます。なんか私だけさ、なんか何もなかったらどうしようっていう不安も大丈夫で、皆さんありがとうございました。すぐ見たよ、めっちゃたくさんで幸せな重さでした。そうもうね、とってもね、持ってきた荷物とかもあって、もう本当にこの幸せな両手に荷物で幸せでした、ありがとうございました。ハッシュタグは、まあ、そらちゃんがソロでやってて私ハッシュタグやってないんだけど、一応ハッシュタグは私がドラフト候補生の時のピンクチームでハッシュタグ披露しましたね。結構ハッシュタグは思い出の曲です、とても最初のピンクチームで踊った曲だったので。二人の自転車いいよね、私も好き、懐かしい曲がたくさんあって嬉しくなった。そうなんですよ、なんかその時を思い出すから私もやっぱなんか懐かしくなりましたね、なんかパジャドラ修行中かな、公演は箱フレットだ、嬉しい、本当に嬉しかったですいやー嬉しかったですねいや本当に嬉しかったです、とにかく嬉しかった。たくさんプレゼント見えたらって、ありがとうございます、全部持って帰ったの、全部持って帰った、持って帰った本当にね、なんか重かったけど幸せな重さで、もう嬉しい嬉しい、本当に嬉しいいや本当に嬉しい、お手紙ももちろんもう全部読んだし、いやお手紙は嬉しいなって思いましたね、本当にイベントに会えて嬉しかったよ、ありがとう、ありがとうございます。ハッシュタグそらさんだけど、そう最初ハッシュタグマテンロを、初日彼女2人 MC ビンゴ、あ、違う、天使プライオリティ、星の向こう側のあとビンゴの次なんだっけ、ずっとずっとサステナブルで最後君好きだっけ、わかんない、違うかも。ソロカーブさんペンライトありがとうございます、バブルさんハットありがとうございます。確かに公演曲をですね、ちょっとだけプレントがなかなかの重さだって、いやもう嬉しいです、ありがとうございます、よかったですね。和弘さん、クマありがとうございます。10時から始めたので、あと16分ぐらいしたら終わります。なんと iPad が固まってしまってる。いや今日はセナタンのライブを見たんですけど、もうみんな可愛かった。てかさっきなんかオカリナが池袋に目撃情報あったみたいなコメント来てたけどさ、なんかさ誰がどの
あれがもう誰がどこで見たそうな情報なのかが気になっちゃう。1時間半ぐらいやってたイベントですか。イベントどんぐらいやってたんだろう。でも1時間半ぐらいなのかな。開封したっていう話を聞いてただけでプレゼントしたかがあって、本当にありがとうございます。本当に嬉しい。あっという間ですね。あと15分終わってから3人でお酒打ち上げしたの。3人でではないですか。お酒飲んどらんですね。でも打ち上げはお酒は飲んどらん。なぜなん劇場にもいたらしいね。私もいました。オカリナの卒業公演か。オカリナ卒業公演なずなちゃんと一緒に行きました。いやー、この1週間30日ぐらいからなんか充実しすぎて、まあ今日までもう1週間以上っていうか、イベントの準備し始めた頃からもう充実していて、あっという間でした。本当になんかもう今日が11月の7だってことに未だにびっくりしちゃう感じですね。本当になんかもう充実しすぎてて楽しかったです。なんかやっぱ動いてると食べても太んないんだよね。なんか最高ですね。なんかそうなんです。なんかやっぱ普通に私過ごしてるともう動かないのに食べるんですよ。なんかもう全然消費カロリーより多分摂取カロリーが上回っちゃってて、だから太るんだけど、やっぱ動いてるとなんか普通に食べてもなんか結構がっつり食べても全然太んないんですよ。やっぱ動くのって大事だなと思いますね。だけど日常的に過ごしてて動こうって思うとなんかむずいじゃん。ちょっとめんどくさくなったりね。だからね、そうなったのデビューライブ見に行って、私も聞いて、さっきーさんにちょびっと話せました。ちょびっとさっきーさんと話せましたね。さっきーさんもなんかセナタの言ったってさっきツイートしてたじゃないですかね。私もできたらしようと。いやなんかねすごい、もうなんかすごい可愛くて、みんなさんなんかすごいアイドルでなんか可愛くてキラキラしてました。本当にキラキラしてた。劇場よく行くの？卒業してから私丸1年間多分行ってなくて、めぐみんの卒業公演が私の1年後で、めぐみん行って、あとセナタン卒業公演行って、オカリナ卒業公演行ったぐらいかな。言うて3回ぐらいしか行ってませんけど、まあ同期の卒業公演行ける時は見に行くことかな。行ける時はね、私さ本当に最近涙もろくなっちゃってさ、なんかさねえ、なんか涙もろくなっちゃったんだよね。なんか知らないけど涙もろくなりました。オカリナの卒業公演でもなんか2回ぐらい泣きそうになったし、セナタの時はなんか泣いたし、なんかちょっと涙もろくなって感動しちゃうんだよね。なんかほっそりしてましたよって。本当にでもそれでも言うて卒業してからは全然太ってんだけどね。卒業してからは全然です、全然ですとか全然普通に太っとるけどさ。こんばんは。昨日なんか爆弾低気圧みたいな感じだったよね。
めっちゃ低気圧でしためっちゃ低気圧って思って、昨日頭痛くならなかったけど、私え昨日何してたっけ。ああなるほどね、思い出した。こんばんは。大人って涙もろくなるよ。ね、それは思う。びっくりだもん。でも私意外と小学生の時はなんか結構泣いてて、小学校3年生までは、多分小学校3年生までは結構私泣く子だったんだけど、なんかまあなんか高学年とかになりつつなってからはなんか人前で泣きたくないみたいな感じのあのタイプの人間で、あんまり泣いてこなかったんだけど、なんか最近になってなんかドラマとかも感動するし、なんか TikTok でなんか1分ぐらいの動画でもなんか感動してあの全然泣けちゃうんだけど、なんかね感動系、家族系の感動系はもう弱いですね。家族系の感動系はとても弱いです。日曜日も帰りすごかったやめ。日曜日？あ、イベントの日ですか？へえ。子供の頃泣き虫だったの？意外と泣いてたのかもしれない。なんかよく分からず泣いてた。かもしれん、私。小3ぐらいまでは。めっちゃ泣いてた。けどそっからなんか人前で泣きたくない。っていう。完全になりました。けどなんか私が思うに一回泣くと涙もろくなるんだよね。ねえ。でも言うて涙もろいのかもしれない。なんかつられ泣き、いやわかんないですね。まあそんな泣き虫ではない。高校以来のライブだったから感動でロスがすごい、でも心地いい余韻、ありがとう。余韻、私も余韻、余韻です、余韻ですね。髪の毛の変わったと思う。あのね、ちょっと紺の色着てるからちょっとねあれなんです。確かになんか古いの。でもこうするとほら、まあまあまあいつも通りじゃない。ちょっとまあちょっとあれでしょ、イベントで見られて感動、感動ありがとう、感動されて嬉しい。声出せなんかイメージないけど声出せいや私泣きながら喋れないの。なんか私なんか泣くと止まんないのね。なんかまあ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 喋んなきゃなんか、まあ、止まるっちゃ止まる当たり前になんて言えばいい。でも私泣きながら喋れないの可愛く。なんかなんて言うんですかね、なんか私なんかよくさなんかアイドルの方って泣きながら喋っても可愛いし、なんか全然可愛いじゃん。だけど私なんか泣きながら喋ろうとするとなんかもうめっちゃなんかもうなんかね全然なんか変になるから泣きながらは喋りたくない泣きながら旦那は絶対喋らないです。多分めっちゃ、わかんないです。でも最近そんな声出しながら泣くほどは泣いてないかな。何もさ、小さい頃、まあ、今はさすがにないんだけどさ、普通に私が小学生の時とかめっちゃお姉ちゃんと喧嘩して泣きながら戦ってた。全然その時は泣きながら喋ってた。 Tストレスカートも一緒ねえ、あれかわいいよね。おそらちゃんって書いてあって、
かも泣くとなんか鼻とかもなんか目も赤くなってなんかすごいブサイクになる。いつもと違うメイクしてるの。メイク同じです。メイクは私なんかもう数年変わってないかもしれん。あと5分したらランキング読みますね。ちょっと見てください。私の身の回りにいろいろありすぎなんだけど、これマジ美味しい。男梅のメガ濃厚梅干し味、もうこれもう殻なんだけどね、めっちゃ美味しいです。これはなんかタブレットの柔らかいバージョンみたいな、超酸っぱい。なんか私結構ある程度のなんか梅菓子の酸っぱさはもう慣れちゃったんだけど、これはなんか普通に酸っぱい。ただ食塩が 8.1g も入ってるのでガチ塩分やばいです。なんか私は多分これ2日ぐらいに分けてちゃんと食べたけど、もう止まんないけどうまいです。男梅大好きてか梅大好き、そらちゃんも梅大好きだし、一生コンビニで考えきる。そうこの目が大粒、このタブレットのやつめっちゃうまです。もう梅大好き。私今さお菓子いっぱいあるんだよね。なんかディズニーにちょびっと前行った時にお土産買って、それもまだ全然食べてなく家にあるし、なんかさ今日ねセナタンのライブ見に行ってさ、なんかセナタンにお菓子を渡そうとしたけど渡せなくて、あの普通に持って帰ってきたから、それも自分で食べるようにお菓子また増えたし、いっぱいあります。あとは辛ラーメンのミニ、なんかイベントの後になんかなずなちゃんとタピオカとか買って、その後おにぎりとかも買って調子に乗ってカップラーメンも買ったんだけど、さすがにカップラーメン食べるのはやめて家に持って帰ってきて、カップラーメンまだ食べてないですね。なんかもう家に今お菓子がありすぎて、私が一番好きなお土産はキャラメルキッチンっていうやつなんだけど、なんか本当に美味しいんですよ。もうなんかまあ通販もあるので、ぜひ皆さん機会があったら食べてみてください。私が一番好きなお土産です。あとはスノーサンドっていうやつが冬季限定で、なんかまた今年も発売されたのかな、わかんないけど、あれも美味しいです。あれもオンラインで買えるけど、めちゃめちゃなんかスタンバイしてないと買えないし、すぐ売り切れるやつで。ではではでは、今が59分になったのでランキング読みます。13位天野さん、12位社交ダンサーさん、11位羽山さん、10位吉野さん、9位和弘さん、8位彩香さん、7位ティールトルさん、6位スローカーブさん、5位みずほさん、4位チッパンデーのハイトさん、3位コミさん、2位つばさおじいさん、1位ツナマヨさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私はこの後セナタンの見に行ったのをツイートしようかな。最近私ツイートしてるよね、びっくり。なんかあと一つちょっとあの投稿することがあるのよ。あとその今日のやつとは別にあと一個なんか投稿しようかなってのがある。いやでもこういう投稿することがあるときは投稿するけど、私あの普段本当に投稿することがないから投稿してないだけだなっていう感じです。はい、投稿するのがあるときは投稿します。そうだけどね、そうなんで普段はなんかそんな投稿するようなことがないので投稿してないだけなんだけど、でもみんなさコメントとリツイートといいねと
全部してください、全部してください。では終わりたいと思います。ありがとうございました。